クラブワールドカップで対戦する鹿島アントラーズとレアルマドリード、ファイナルへの切符をかけた戦いがいよいよ始まります。FIFA クラブワールドカップ準決勝です。赤いユニフォームがアジア王者日本の鹿島アントラーズ、そして白いユニフォームがヨーロッパチャンピオンスペインのレアルマドリードです。就任1年目になります。こちらのソラーリ監督にとっての初タイトルもかかっています、このクラブワールドカップその準決勝です。ここもまた阿部が行く、そしてボールを奪った、さあセルジーニョ、こちらが19歳の阿部です。6番の長木へ、もう一度左から崩していこうというところ、セルジーニョシュートを打った、ここはわずかに右でした。ジョーさん、積極的に打っていきましたね。そうですね、思った以上にレアルが引いてるんですよね。レアルが引いている、そうですね。でやっぱりボール保持者に対してもっとプレッシャー、この相手ならもっともっといけというようなね、そうですか、感じだと思いますね。もっといけるというそんな思いを、まあ、ジーコテクニカルディレクターも持っているのかもしれません。なんかペースをね合わせてる感じしますね。山本突破した、西がゴール前にないというね、ゴールがやっぱり遠いレアルになってますからね。一方で岡田さん、鹿島は今のこのペースのままでいいんでしょうか。もうちょっと確かにいけますよね、積極的にいけば。ベンゼマ、ベンゼマ、ベイル、あっとチョン・スンヒョンク行ったりして、はい、まあ、土井とかがねよく下がっ、2トップが1人下がってコースは切ってるんですけど、となると、まあ、この中央の3人がもっといい距離感でボールを回し出すとレアルのペースになってくると。そうですね、ルーカス・バスケス、ルーカス・バスケスから10番モドリッチ流してクロース、今の、まあ、スロースターターではあるんですけども、はい、まあ、最初からやってよ。そうですね、あ、ここもヒールパスからマルセロ、そしてベイルにボールが渡る、マルセロ中央に上がる、ベンゼマも上がる、逆サイドルーカス・バスケス、ここは、ま、ベンゼマのヘディングシュートです。サポートして今のプレッシャーならまだ回せるんですよね。レオシルバ仕掛けていきました。レオシルバが仕掛けていって、あ、いい位置でセットプレーのチャンス、その時間帯に得たこのフリーキックのチャンス生かしたい鹿島アントラーズ。それが高いですからね、ここをまず超えることが重要ですね。長木かセルジーニョか、守るゴールキーパーは今年の FIFA 年間最優秀ゴールキーパークルトワです。狙ってきたが、ちょっと壁近かったよね。そうですね、ちょっと近い感じ。飛ばします、そして左のベイルへ、スッと後ろからマルセロが上がってきました。縦がね、縦切らないと。クロスボールが上がりますがチョン・スンヒョンヘディングで跳ね返します。マルセロ間を通してモドリッチ、ベイル、ワンツーで抜けてきた、ベイルがフリーだ、ベイルシュート、レアルマドリード、まさに一瞬の隙を突きました。ベイルが先制のゴールを決めました。眠っていた獅子が牙を剥きました。いや、岡田さん、はい、あまり良くないと言っていたその中で、このベイル、はい、まさにこの力で突破しましたね。もう今日のレアルはベイルのとこしかないっていう感じがしてましたからね。それでもここでちゃんと決めるところはすごいですね。もう西が真ん中にいますね。あ、西が真ん中ですか。そして遠藤は右のサイドにいます。今後半が始まりました。 FIFA クラブワールドカップ UAE2018 準決勝です。2年前と同じように1点を追う形で後半が始まりました。鹿島アントラーズ対レアルマドリードの一戦です。大きいですね、特にユーマはね、あーっと縦にこのボールが通った、ベイルです、ワンタッチ大きくクロスまで持ってくる、これはベンゼマのシュート、ギリギリで防いだ。モドリッチ、危ないぞ、あっとこれは戻したボールが中途半端になった、チョン・スンヒョン、さあこれはゴールが空いている、一瞬のまさに隙、一つのミスが失点を生んでしまいました。
レアルマドリード追加点。与えてはいけない時間帯、後半の8分、ゴールキーパーに戻したボール見逃しませんでした。今日ワールドカップで優勝しましたバラン、そしてセルヒオ・ラモス、マルセロ、場内も一気にこのレアルコールが一段と大きくなってきました。ザイードスポーツシティスタジアムです。正確なパスがルーカス・バスケスに通る、そしてゴール前にベンゼマが上がってくる、マイナスのボールを使ってきた、マルセロだ、マルセロシュートを打つか、まだ打たない、ベイルを使う、ベイルのシュート、ハットトリック、ベイルがあっという間の得点。これでベイルハットトリック、全身のトヨタカップを含めてこの大会3人目のハットトリックです。大きな仕事をこのベイルやってのけました。まあ、マルセロもよく貯めてますよね、ここね、で出してもいいんですけども、はい、でもここはやっぱりタイミング見ながらね、こう一回引きつけて、ここからですから、もうこの角度はもう本当すごいですね、岡田さん、これこのね、頭上を抜かれるときついよね、キーパーは。これは難しいですね、ベイルは44分、そして53分、50リードはここまで選手交代1人、準備をしているのは22番のイスコです。ジョーさん、ここでイスコ投入ということになりそうですね。そうです、さあ抜けた、よし、いけるぞ、中央セルジーニョ、ファーサイド阿部、いや狙ってきました、安西からレオシルバ、レオシルバ浮かして遠藤の前、さあここは土井だ、土井が来た、土井のシュート決まった、いや、オフサイドフラッグ上がっています。オフサイド、ああもう思い切ってやはりこう今以上にやはりこう前にね推進力を持っていってほしいですけどもね、あやっぱり精度が高いですよね、このやっぱりパスの質ですよね、ここ本当にこう足元をしっかりとね、そうラストワンプレーか、浮かしてクルトワの前だ、クルトワががっちりとその両手でボールを押さえています。まもなくアディショナルタイム4分が経とうとしています。今日はベイルがハットトリック、ハーフタイムを挟んで11分間で3点を奪いました。まさに圧巻のその決定力を見せましたベイル。ただ土井翔真が1点返しました、3対1、ここで試合終了の笛が吹かれました。鹿島アントラーズの挑戦、2年ぶりのこのレアルマドリードとの再戦、準決勝勝ったのはヨーロッパチャンピオンレアルマドリード、鹿島アントラーズはファイナルに進むことはできませんでした。